それではベスト8最終試合いきましょう。アンソリティ VS ファンク、上がってきてください。ではこの試合のビートを聞かせてください。ケン君お願いします。では先攻後攻決めるじゃんけんお願いします。それでは行きましょう。先攻ファンク、後攻アンソリティ、8小節の3本勝負、レディーファイ。はじめましてアンソリティ、俺は今日この場に遊びに来た。大阪からはるばるアホしに来た、ライブしに来た。ただマイク握りたい、皆の期待に応えられるかどうかなんてのは俺は全然わかんない。ただやりたいことやるだけ、緩急とリズムの裏と表入れ分けながらやってみたけどしくった。いや、なんか聞いててこいつライブあるからバトル見ててふざけていつも通りやっててラフにやるのいいけどガチで勝ちに来てるよ。あんた梅田サイファー、俺ベスト4でショットレイしたいぜ。だからな、負ける気相当ない。そんなふざけたことなんか俺はしたくない。ちゃんと分けてくれよ、これは練習と本分。こっちのフリースタイル永久保存版。俺のマイクはショットガン、君のショットライブ、その生命線ホットラインを断ち切る俺のマイク。どっちの方がイケてるかどうか、リズムとライブとフローの3種の神器が混ざって初めて君の脳を許せることができるのかな。お客さんももっと盛り上がりたいと思ってるんだよね。ただ鉄4と8の鉄で韻を踏むだけ、それは進歩するまでに時間かかるんじゃね。まさか若手がやってるような、そんな早くてのカタカタフローでサンケさんが相手してくると思わなかったから、俺はやりたくないぜ。いや、あんたが俺に打ったショット、俺はゴッドタン、マシンガンセット、機動戦士マジンガー Z みたいなもん。ガンダムよりも頑張る、ガンタンクより頑丈な言葉でハードな言葉を吐いている。いや、こいつが強、こいつが即興、ちょっと詰まったけどグダっても大丈夫でしょ、機動修正できるでしょ。パンクロックで言うところのよ、さっきのタカ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 、お前のはパンクじゃなくてブーム、つまり誰かの後追いでしかない、つまりオリジナルじゃないんだよね。このベスト8残って、おい、地元商店オリジナルじゃなくて誰かのフローパクって、お客さん盛り上げて楽しいの？そんなん楽しくない、俺楽しいか？リアルマドリードアホしよう、モスト。いや、俺も楽しいよ、だけども届かなかったあと一歩だからここに来てんだよ。あんたが最初にそのフローやったんだろう、そいつは間違い恥じらいなんてのは出したぜ、かっちり勝ちに来てる。あんたもやりたいもん、昔は遥か遠くに見えたその背中、だけどラブラドールみたいに転がしてく。あ、俺のライムのパスタコール食らわしていくだけよ、ギャグやジョークでごまかせないサブなドープだぜ。終了。それでは判定いきたいと思います。先攻ファンクが良かったと思う人、後攻アンソリティが良かったと思う人、勝者アンソリティ、ありがとうございました。見てるお前らはどうせ暇だからやるなら今かましに来た。これがタイムワイヤー使ってるなら幸せをつかみに来た。フライヤーの上で踊りゃしねえ、乗っ取ったフライヤー見るしかねえ。 LINE 登録よろしくっす。